おおよそ大阪や思えんやな。はい、どうもパチオです。今ね、大阪府の西成区に来てるんですけど、あの声聞こえてると思うんですけどね。ゲストいますよ。はい、はい、ハッセンさんです。はい、どうもパチオです。目的地あそこのなんか緑の建物らしいんですけど、これちょっとね、ちょっと珍しい思てね。僕はよく知らないんで、まあ、ハッセンさんのナビによって大阪らしいとこじゃないけどね。逆に大阪らしいね。なんでか言うとね、あの水の都やからね。ああ、まあまあそうですね。大阪はそういう、まあ昔のいつもの喋り方ですよ。このね、この線路も有名なんですよ。ある筋では。ある筋です。亀田さんとかね。はい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 。ジョーブログさんの。ジョーブログさんがここのね。ああ、はいはい。先のとこでね、特集してましたけどな。へえ。ああ。駅があるから。ああ、なんかジョーブログさんも結構街回ることやってるからな。ね、うん。いや、なんか昔結構栄えてて、オワコンだオワコンだみたいな話を言われてて、で、いや、そのジョーブログさん自体が、で、なんかある日見たらなんかすげえ面白いことやってて、西成にね、レアなとこがある。へえ、ああ、なんかそういうあれなんだな。私あそこに住んでたの。へえ、そうなんだ。へえ。それ言っちゃっていいやつなんですか。もう関係ないからね。もう何十年も前ね。ああ、そうっすか。はい、ということで、ハッセンさんの故郷らしいです。ここはあのあれだね、ここでよう遊んだ。あのゴミ捨ての山がいっぱいあってね、そこで全てね、ダンボール全てね、歩きましたかな。そういう感じなんだな。うん、まあ今となってはなんか綺麗な、うん、あのベッドタウン的な、ね、うん、そうですね、うん。ちょっと補足のあの説明しますと、うん、この町は造船の町なんですな。あ、だからあれああいうのが建てるんですな。ヒントとしてはね。へえ、なるほど。造船でね。あ、まああれか、うん。海沿いではあるからね。海沿いでね。うん。砂利の、うん、処理場とかね、うん、ちょっと海の方行きゃユニバーサルスタジオとかがあるような。そうそうそう。ね、地図見たらそんな感じの、そうそうそう、割とそんな感じのとこなのに、ここのね、4階まで上がったらあれやろな、あ、天神祭りの花火も見えるし、うん、淀川の花火大会も見えるし、PL の花火大会も。ああ、PL。 ああ、そうだそうだ。の花火大会も、うん、そう、野球だけじゃないんですよね。PL 学園の。あれぐらいからね。PL ぐらいからね。そうっすね。これは何でしょう。これ何？これ。建物は何でしょうか。これ何？だからあれか。ちょっと悩むね。うん。出会い映像やな。私らあそこに住んでるから、ここから見える。あれはね、可動式なんですよ。倒れん。へぇー。ちょっと説明しましょうか。あー、あれか。あそこが動くってことか。これはね、うん。はいはいはい。うん。あの、台風の時にね、台風の時であれは。あ、なるほど、水門か。水門。ああ、はい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 。なるほど。なんであんな高いかと言いますと、うん、あそこのところにあの船のドックがある。うん。それ、船が通過するには、あの高さがいるわけ。ああ、そっか、うん。ドック絡みで何かっていう。普通の水門やったら、このガシャン。へえ。それでは高さが取れないからね。あんだけ高いいうことは、それだけの、うん、そうですね。船が中型船かな、うん、中型船までは通れるように。ああ、だからあれか、管轄が治水事務所なんだ。うん、そうやろな。台風の時ね。うん、でもこれも取り壊されるらしいですわ。3年後に。あ、
もう必要ないんだ。いやいや、なんか、新しいの作る。南海。ああ、はいはいはい。あれでは、これでは、弱すぎるんだって。へえ。残してほしいな。まあ、あった。あってもいいですけどね、こういうのは。オブジェとして。そう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 。うん、なかなかこれはレア、まあ見たことはないですからね。うん、橋が通っててね、開け閉めできるような水門は、うん、ね、よくあるんだけど、こんなアーチ式のやつは珍しいんで。なんかね、考えてほしいな。うん。ああ、うん。そうですね。これはなかなか、これ写真撮れたな、確か。ああ、撮れた撮れた。まだまだ、あ、まあまあそうでしょうね、まあ、うん、第2のポイントあ、ありますか。第2のレアポイント、うーん、大阪ではなくてもええけどな、これやったらいいんじゃないですか。第3はとちょっと遠いからやめてくれ。あ、はいはい、メガネ橋であるね。あ、はいはいはい。あれも私はよう遊んだ。ようって、まあ1回だけだけど、1回か2回だけどね。ね、でも、あの、自転車で通ったらスリラー亭にね、こう、ぐるぐるぐるって回ってね。うん、あれも有名、西成で有名。うん、まあ、なかなか僕も、そういうとこに来ようと思ってなかなか来ないと思うんで、そういうの見せてもらえるのはありがたいっちゅうか。ね、うん、と思って。そう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 。観光地ばっかり行ってても、あれが、うん、あの、ハルカス。あ、ああ、安倍のハルカスですね。うん、細いやつ。いや、細くないの。こう、力も見たら、うん、結構、うん、太いね。名古屋よりはやっぱ高層ビルは多いなっていう印象はあった。大阪の、うん、うん。そうそうそう。今ね、名古屋の方も高層を結構作ってるんだけど、うん、さすがに大阪の方が多いわ、うん、なかなか名古屋駅の近辺も変わった形のビルが多いんで、多分今でもね、展望台はね、日本一やもん。ああ、うん、確かそうだったと思うんですよ。展望台の高さ、うん、ちょっと高さ的には残されたけども、展望台は、ね、うん、270m かな。へえ、うわあ、チェリオ。次は信号右です。はいはいはい。ここですか。おっしゃ。ここにね、歩道があるな。歩道。橋じゃなくて歩道があるね。さあ、僕の携帯、最近携帯がメモリーとか熱の都合でちょい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 止まるけど、大丈夫かな?10 分近くなってくると不安になってくる。私も同じよ。安い携帯がな。ちょっとね、古くなってきちゃって電池がね、うん、多分膨張して膨らんできとる。もう寿命が。ああ、自転車は降りて通りましょう。あ、船の乗り場。これが法律上は歩道扱いになるな。ああ、なんか青森のあれを思い出すな。歩道なんだけど国道ってやつがあって。あ、そんな感じ。そう、階段国道っていう。ね、ただなんですよ。まあ、へえ。ほん。あ、これ何分間に一遍これ渡ったりするんですか。20分おきいっちゃうかな。時刻表、まあ、あれもあるから、あ、15分に一度ぐらいか、うん、もう忘れてる、何十年前から、うん、まあ面白い。だからさっきのあれと一緒で、理由は一緒で、ここに橋を通せないんですな、うん、通そうと思ったら何十メートルも、50メートルか、うん、ぐらいの橋を建てないとダメなんですな、うん、なるほど、うん、ですから、私もね、
普通の橋ではね、うん、無理なんね、うん、あそこら辺の家とあと正面のあのでけえ建物あの団地かな、あれは団地、うん、千島団地、うん、あの辺が立ち退きになっちまうな。さすがに上が高いと。ああ。うん。まあ、ほんまはあくまで行きたいんやけど、まあまあ、ね、うん、しんどいからもうやめときましょう。あれもゴミの山、ゴミの。へえ。ゴミの埋め立てた山。うん、まあまあ。あるわな。あそこでもよう遊んだわ。あれは昔からあるからな、うん、あの団地は。だいぶ流れあるっすね。なんか川をなんか見ると魚を探しちゃうんだけど。綺麗になったわ。あのボラぐらい多いんちゃうかな今。へえ、うん。昔はもうね、公害の時はあの浮いてたからね。魚が。まあ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 。そりゃしゃあないかな。まあどこの地区でもそうやね。だいぶ綺麗になったこれでもね。うん。前、うん、にねテレビでね特集やってたらここを潜って撮ったらね。クロダイが、ああ、ね、いるんだ、うん、アジとか、うん、あの海の魚も、ああまあまあそうですね、海近いから汽水域だもんね、うん、汽水域やから、うん、そうだな、木津川、うん、木津川運河ね、うん、そうそうそう、あこに、まあここの場合だとあこに入ってあの修理するわけだな、うん、骨がね。アコが目覚めねえ橋言うんで嫌だけどね。ああ、向こうっすか。むちゃくちゃ高いぞ。うん。50メーター、60メーターらしい。そんなにあるんやな、うん。遠くから見とるもんでそこまでやけど。なんか旧坂の橋がなんかどっかにあったな。あ、島根だったか。なんかベタ踏み橋っていう橋があって。うん、本当に不満と車が上がれんぐらいの急角度の橋があったら、車はまだなしだけど自転車で行くと、いやえぐいえぐい。だからこうぐるーっとね、ま、メガネみたいな、あれも名物よね、一応ね。あー、安倍のハルカスから南見えるやんね、この辺まで、うん、ずっと大阪駅近辺と思えばのどかやな、やっぱ、うん、そうそうそう、うん、俺はこっちの方がいいっすわ。さてちょっとどうしましょうね。あ、ちょっとメモリーがあれだと思うんで一遍切ります。はい、ですね、いきなり飛びましたけど、ここあの天王寺動物園の前です。でね、ここあの新世界です。なんかもう大阪ならではみたいなとこも一応寄っとくかみたいな、なんかね、あの喋ってたらなんか特にあのここを映すっていうとこもあのない感じで普通に話が進んでっちゃったんで、最後の最後にねちょっと大阪ならではみたいなところも行こうかみたいな感じで、ということでね、今ちょっと新世界の方は来ました。ちょうどせっかくだね、記念に、うん、みんな撮っとるね。いや、そりゃ撮りますよ、ここは。ここ来て撮らんはさすがにないでしょ。あ、まあこっちでいいっすよ。うん、まあさすがに動物はどこ行っても動物なんで。あ、なんかもう、うん、これがもうなんか大阪なんだろうなみたいな。ああ、もともとはここが大阪で、ね、うん、中心なのね。なんかね、ナンバーとかね、うんうん、
いやどうあの他の町の商店街とか行ってるけど、さすがにこれはないから、あのこう、うん、あの、うん、あのこれ見たら、あ、大阪だなって思っていい感じ、あのこういう感じで、あの、そう、あのこれがシルエットで、あの人の姿とか店とかが見えんくっても多分、あのシルエットでも、あ、大阪だわこれってなる、うん。先のとこやったら、よその人みたいな、そう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 、元祖、元祖か、元祖なの、本当に元祖、まあ、元祖見せかけといて、実は元祖じゃないとか、そう、あのね、射的がね、結構あるのがね、面白いね、増えた、あ、増えたんだ、へ、うん、あ、懐かしいな奥田民生イージュライダー、なんかところどころにあるビリケンさんがなかなかないな。これ分かる人いるのかな？俺サインってあのあこの右下、右下バナナマンは分かるな。これ？うん、バナナマンってカタカナで書いてあるから分かる。ああ、これか。あ、これあれか、水野真紀か。うん。刀剣って書いてあるからボクサーやな。さすがにウエストランドはあれか、お笑い芸人か。ってのがいっぱいある。あ、吉本の人もいるな。ああ、ワッキーだ。いや、あのペナルティって書いてあるし、ワッキーだと思って。あの日本一周してる時にそのワッキーのあの昔やってた、そう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 、あのところに行ってたやつとかも行ったことあるから。あ、庄司とか中山浩太とかもいるから、こっちは吉本寄りの人が多いな。増田岡田がもおる。シャンプーハット、うん、でスリムクラブ。いや、キリがねえな。まあでもあれか、休みで、いや今日休みじゃねえもんな、平日だもんな。平日でこれか、やべえな。通天閣、おいや、まあまあまあ、絶対絶対通天閣とりあえず取っとかないとっていう。損した気分になるから。はい、ということでですね、まあ、あの、まあ、簡単に言うと、ハッセンさんと何したかって、街ぶらしましたよっていう、そういう話ですわっていうことで終わりにしときまーす。はい、以上、パチョでした。はい、ハッセンさんでした。はーい。じゃあ、終わりにしまーす。バイバーイ。